ゆうすけ、待って。お帰りなさい。どれくらい経った？3年。俺と一緒に来ないか？どこへ？ゆうすけ先生は私の息子みたいなもんですから。人気者だったんだね。こんなゆうすけ初めて知ったな。ここまで長い道のりだった。俺死んだよ、富山の海でね。じゃあ向こうもゆうすけのことは？あの人は自分が死んだことすら気がついてないからね。ゆうすけが帰ってきたのは。私が3年間どんな気持ちで生活してたか知りもしないくせに。ちゃんと謝りたかった。でもどうやって謝ればいいのかずっとわからなかった。ここにいて。